私は好きだから、
は度胸、女も度胸っと。それ、ハートの8、惜しい、取った。いいえ、ドン、当たりです。シネちゃんトランプ弱い。はーい。うちのシネちゃん、お邪魔してないこと？あ、お師匠様。お師匠様、じゃないでしょ。またこんなところで道臭くって。頼んでおいたお買い物どうしたのよ。はっ、すぐこれから行ってまいります。もう、どうしたんですか一体。人がたまにお料理作ろうと思って張り切っているのに材料が届かないんじゃ腕の振るいようがないじゃないの。ドロシーさんがお料理ですって。どんなお料理が作れるのかしら。私が作るんだからフランス料理に決まってるでしょうが。まあ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 、もうこんな時間です。ドロシーちゃんもシーネちゃんもうちで一緒に食事をしていきませんか。わーい、みんなでお食事楽しいな。シーネちゃん、そうしよう、そうしよう。そうしましょう、そうしましょう。シーネちゃん、帰りましょう、帰りましょう。ごちそうになっていきましょう。はい、やったー。みんなで食べて楽しい料理と言ったらやっぱり中華料理よね、ちゃちゃん。中華料理大好き。そうですね。ドロシーちゃん、いかがですか。キューバのことで満願全席とは言いませんが。何よその満願全席って。中国の宮廷料理で熊の手の煮込みや蚊の目玉のスープなどがある珍しい料理です。げっ、そんなものはお断りよ。あら、好き嫌いはなさそうに見えるけど。シーネちゃん、帰りますよ。まあまあまあ、ドロシーちゃん、私はこう見えても料理は結構やる方なんですよ。知ってるわよ。中でも中華料理は得意中の得意なんですね、チャチャ。うん、セラビー先生の中華料理最高。それは楽しみですね。ねえ、お師匠様。
なんといっても中華料理は4000年の歴史がありますから、そもそも中華料理は異色同源と言いましてね。何よその異色同源って。食事によって病気を防ぐという。私はあいにく丈夫にできているから料理は美味しければいいわ。まあ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 、こういうことも覚えておくといずれ役に立ちますから。何の？何のって。体の弱い人のところにお嫁に行った時とか。ふん、ほっといてよ。昔からフランス料理はミルク、日本料理は水と言いますが、中華料理は油の料理です。ですから調理の秘訣は何と言っても強い火、火力が問題です。ま、こちらへどうぞ。チャチャ、レンジに火を入れてお湯を沸かしてください。はーい。火を。あー、チャチャ、魔法でなくマッチでつけてくださいね。また家ごと焼かれては困りますから。はーい、マッチマッチ。ご承知とは思いますが、中華料理と一口に言いますけれど、代表的なところで北京、上海、四川、広東とありまして、基本料理もこれまた4つ。チャオツァイ、つまり炒め物、リュウツァイ、あんかけ、シャオツァイ、煮込み物、タンツァイ、スープとあるんですね。どれもこれも熱々を取り皿に取り合ってハフハフワイワイと食べるのがいいんです。前工場はいい加減にして、何をごちそうしてくれるの？まあまあまあ、中華料理はこれまた独特の調味料があるんですよ。代表的なところで、そら豆から作ったからし味噌の豆板醤。豆板醤、これは中華料理だけでなく冷ややっこの薬味にしてもいけるんですよ。やっこちゃんはいける。それからオイスターソース、柿油とも言いますが、それと小麦粉を材料にした黒い甘味噌、甜麺醤、餃子でなじみのラー油、旨味香りつけに欠かせないラオチュー、チュー、何にでもパラパラかけると料理がパワーアップする干しエビ、干しエビ、それからシーネちゃん、メモなんか取ってどうすんの？そのうちお師匠様に作って差し上げようと。そういうことに気を使うから魔法が調達しないんだって。すいません、心優しいお弟子さんなのに。内政干渉はしないでよ。はいはい。それより料理はまだなの？お腹ペコペコよ。セラビー先生、お湯が沸きました。おー、グッドタイミング。料理を美味しくいただくには何と言ってもタイミングですから。確かここら辺に。お師匠様、何をご馳走していただけるんでしょうか？餃子でしょうか？ニラレバ炒めでしょうか？ニンニクの芽炒め。僕、臭いの大好きなんですよね。あれこれ脳がきを垂れたんだから、もう少しマシなもんでしょ？スズキのあんかけとか、フカヒレのスープとか、私あれ好きなんだ。ああ、あったあった、これこれ。昨日仕入れたばかりだから新鮮そのものですよ。なんといってもこの手のものは南より北。スープは醤油より塩。麺は太からず細からずオーソドックスな中くらい。まあ単に私の好みなんですけど。ひょい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 っと。さあ、ちゃちゃ、お湯を。はい、お湯でーす。素早く手早く蓋をして、ぐっと我慢の3分間。うわー、おっしょうさま、これっていつもの私たちの夕食じゃありませんか。ああ、ドロシーちゃん、ラー油入れませんか？ラー油を入れるとぐっと味が引き立ちますよ。ご親切に、どうも。
な狼たちの狩りよ。なんちゃってリーヤ君、君はいつまでもその野生のままが一番ですよっと。リーヤのやつがじいちゃんや兄弟たちと狩りに出てる間に僕はチャチャさんとそれにしてもチャチャさんってなんであんなに可愛いんだろう。初めて会った時僕胸がドキーンとしてキューッとなって、チャチャさん僕はあなたに恋をしてしまったんです。ダーチャってチャチャさんってもちろん見た目も可愛いんだけど性格がいいんですよね。素直で明るくって裏表がなくってちょっとドジなところがまたたまらないですよね。はあ、春だな。空気が香っている。空には小鳥、花には蝶。なんか叫びたくなっちゃうな。誰もいないから叫んじゃおっかな。チャチャさん、今のままのあなたが好きでーす。だーい好きでーす。わー叫んじゃった叫んじゃった一度口に出すとなんか大胆になるな。もっと大きく腹の底から叫んでみるか。チャチャさん、僕はドジで間抜けで魔法の下手なあなたが好きでーす。ドジでいい、間抜けでいい、魔法なんか上手くならなくていい、そのままの君が好きなんだ。いずれ大きくなったら結婚しましょう。結婚はしてもいいんですけど、チャチャにはもう少し魔法が上手くなってもらわないと困るんですが。セラビーさん、いつの間に。いつの間にって、私は普通に歩いてきたんですが、シーネちゃん、あなたが空に向かって叫んでいたので目に入らなかったのでしょう。今のはほんの出来心で。出来心？ああ、いえいえいえ、その発声練習っていうか冗談っていうか。冗談、私には結構美しい青春に見えましたけど。あ、そう見えました。チャチャのことドジって言ってたわ。あ、やだな、それは物の弾みで。間抜けとも言ってたわ。だからそれはやだな。みんな聞いてたんですか。赤くなってるわ、シーネちゃん。かわいい。かわいいって。私はちょっと出かけてきますが、チャチャはお留守番です。シーネちゃん、遊んでやってくださいな。では。ああ、そうそう。シーネちゃん、チャンスですよ。はい。あ、いってらっしゃい。気をつけて。おはよう、帰るよ。ああ、びっくりした。前から歩いてきたなんて絶対嘘だな。姿を消していたに決まってる。お師匠様が言う通り、セラビーさんって油断がならないな。でも、今は、チャチャさんだけが、お留守番。邪魔なリーヤは、あっち向いて、おい。チャチャさーん、シーネちゃんが今、行きますよー。チャチャさーん、待っててねー。ランラランラランThank you.
のだな。この口癖だけは何とかせんと。このままではいかん。大魔王たる者を常に恐れと尊敬の対象でなければならん。この玉座に座って以来常にそのことに心を砕いてきた。人心掌握の基本中の基本、それが飴と鞭だ。そしてその精神を一つの言葉として集約させたのがわしの決め台詞。期待していいのだな。だったのだが、使いすぎて口癖になってしまった。情けない。最近では心にもなく、ついこの言葉が口から出てしまう。なんとかせねば。いやあ、参った参ったでげす。あのアホンダラが頼りにならないからあれしないでげす。またまたチャチャにやられ腐ってからに、大魔王様におこごとを食らうのはこの私でげすからして。さて、なんと言い訳をしたらいいんでげしょ。いやあ、思いもかけず弱体なやつでって、これはいつも使っているしな。あ、飛んだところにセラビーのおやつが、なんて、まあこれもいつものことでげすし。心の準備ができてないのに。毎度のことよ。口から出まかせ、その場まかせでぶちまかすでげす。これはこれは、大魔王様にはご機嫌も麗しく、天気晴朗なれど波高く、魔界戦線異常なし。朝のご飯は味噌汁と納豆。そうです。また失敗したようだな。失敗、失敗、失敗と仰せられますと。チャチャに向けた刺客がまた返り討ちにあったというではないか。何を仰せられますでげすか。あれは敵を欺く高等戦術でげして、わざと弱い刺客を差し向け油断させ、チャチャが気を抜いた隙に、ズブブスグザザバッブシャブシャ。そうです。その高等戦術とやら、もういい加減にやめにせい。惨めに見えるわ。それにわしにはあの小娘、わざわざ油断させなくてもいつでも能天気にボケーっとしているように見えるが。ところがぎっちゃん、見ると触るとでは大違い。あの小娘があれで意外に食えないしたたか娘でげして、リーヤとシーネちゃんというボーイフレンドを意のままに操り、セラビーやラスカル先生などの大人までをも手玉に取るという末恐ろしい小娘でげして。そうです。言い訳は聞き飽きた。貴様もそろそろ結果を出さんと、その首と胴とが。泣き別れることになるぞ。お助けを、必ず必ずチャチャメを泣き者にしてみせますでげす。お任せください。この草月、全身全霊全知全能を振り絞ってことに当たりますでげすからして、今一度、今一度のチャンスを。草月、その言葉我が耳に慣れてしまったぞ。魂の入らぬ単なる口癖というものではないのか。何をおっしゃりますでゲスか。このソーゲスの口から出る言葉は一言一句命かけた制約と同じ。吠えたな、ソーゲス。再び無様に失敗いたしますれば、これ、この舌を、この舌、この舌をペッペロペロペロペー、引き抜かれましても恨みに思うところではございません。あの大魔王様、いかがいたしましたでげすか。期待してもいいのだな。そのいつものお言葉が私のやる気に火をつけるでげす。ぼ、火がついた。おのれちゃちゃ、待っておれよ。いざ
パターンに持ち込んだでゲス。これで一週間は生き延びられるでゲス。ルンルン。また行ってしまった。クソ、期待などしておらんのに。
思い、今も眠れない夜に。ああ、リーヤはおじいさんたちと狩りに行っちゃってるし、セラビー先生はお出かけだし、退屈だ！チャチャいる？いたわね。マリンちゃん！リーヤくんはいないよね。隠してない？ううん。だってリーヤはおじいさんたちと狩りに行っちゃったわ。リーヤったら狩りとなるともう夢中なの。男なのよ。リーヤくんはロマンあふれる男の中の男なのよ。ちょっとチャチャには理解は難しいだろうけど。はーい。ごめんくださいませ。セラビー様はご在宅でしょうか。やっこちゃん。セラビー様は奥？うん、お出かけなの。お留守ならお留守って早く言いなさいよ。もうもったいつけて。あら、なんでマリンがここにいるの？いちゃ悪い。ひょっとしてあなたもセラビー様を狙って？おあいにく様、私はおじん趣味なんかないわよ。それはよかった。もっともマリンなんかにセラビー様の渋い大人の魅力がわかるはずはないけど。わかりません。私がここにいるのはね、あ、そうだ、ちゃちゃ、今日はきっちりとリーヤ君は私のものだって証明しに来たのよ。あら、偶然ね。私もセラビー様は私のものだって証明に来たのよ。私セラビー先生に言いつけられた用事があったんだ。お座りなさいよ、ちゃちゃ。これをご覧なさい。え？何それ？血液型占いの本よ。それこそ何よ。星占いの本よ。ほーほほほほ、そんなの信じてんの？血液型と星占い、面白そう。見せて見せて。見せいでか。いいいい、ちゃちゃ、ここよここ。これが私の星座で、これがリーヤ君。いい？この本によれば、私の星はつつましやかで一途でけなげ。リーヤ君のは男らしくさっぱりきっぱり。二人の相性はバッチリガッチリ、鉄筋コンクリートと出ているわ。諦めなさい。あなたはリーヤ君とは所詮縁がないの。そうだ、身近なところでセラビーさんにしなさいよ。あっちだってまんざらでもない感じだし、先生と弟子が年齢を超えて結ばれるってよくあることだし。待った！勝手なこと言わないでよマリン。これを見なさい、これを。なんて言ったって人間は血液型よ。セラビー様はクールクールの A 型よ。有能で几帳面、理知的で貴族的。でもそれがあだで、ややもすれば孤独に陥りやすい美しくも悲しい A 型なの。だけどその悲劇を唯一食い止められるのが私の AB 型なのよ。互いに高め合い、かばい合い、慈しみ合う。ああ、私たちって最高の相性。セラビー様。でもここに A 型と O 型の結婚が一番幸せって出てるよ。私は A 型で。確かリーヤ君は O 型よ。私たちってやっぱり結ばれる運命なんだ。よく見なさいよ。 A 型の男と O 型の女って書いてあるでしょ。あんたたち反対でしょうが。どうでもいいけど。うん、反対だって悪くはないはずよ。チャチャは何型よ。私 O 型。うっそ。セラビーさんと相性バッチリじゃない。やっぱりこれはセラビーさんと幸せになるっきゃないわ。リーヤ君は私に任せて。ストップ！だから素人は困るのよ。あんまりバッチリすぎるのは幸せボケして平平凡凡の人生を送らなきゃならないのよ。あのセラビー様がそんな人生をお望みになるはずはないわ。ああ、花も嵐も乗り越えて行くが二人の愛の道。セラビー様、あなたがお望みになるなら、ヤッコはどんな茨の道も耐えてみせますわ。ちゃちゃ、セラビー様を平凡な男にしたくなかったら私たちの愛を邪魔しないことね。結局のところリーヤ君あたりがお手頃なんじゃないかしら。ちょっとヤッコちゃん、チャチャなんかをこっちに押し付けないでよ。そっちこそ。そっちこそってそっちこそよ。そっちこそってそっちこそってそっちこそよ。
ないですか。マリンさん、ヤコちゃん、二人とも来てたんですか。シンネちゃん、シンネちゃん。あ、いて、マリンさん、そんなに引っ張らないで。シンネちゃん、星占いによると、あなたとチャチャの相性は抜群よ。将来結ばれること間違いなしよ。本当ですか。嘘なんか言うもんですか。頑張って。やっこちゃん、引っ張んないで。シーネちゃん、血液型 AB よね。はい。チャチャとバッチシ。本当ですか。嘘なんか言うもんですか。頑張って。はい、ありがとうございます。あたし帰る。あたしも。シーネちゃん、頑張。バーイ。何しに来たんですか、あの二人。さあ。あ、リーヤだ。忘れない。
元気になって、あなたらしく。